続いて挙手でお願いします。じゃあマリモト。はい、私のはこちらです。はい、鼻血ティッシュには巻かれろです。これはどういう、なんか私朝起きたら結構鼻血が出ちゃう体質で、なんかその2つからその出ちゃって、そのティッシュをこうやって詰めてたんですよ。はいはい、でもなんかそろそろいけるっしょと思って取ってみたら、刺激で止まらなくなっちゃったっていうことがあったので、詰めたティッシュはそっとしておくべきしっていうものでこちら書きました。何言ってんの。これはもうぽいですよ。何しても大丈夫って思いすぎなの。オードリーは皆さん、あいつの不満が爆発しないよう鼻血ティッシュのような優しい扱いを心がけてください。